シャケオーケストラの鮭の話ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。鮭オーケストラの鮭の話、司会進行を務めるのはが、私新幹線大衆でございます。よろしくお願いします。そしてアシスタントが、小銭ちょろちょろおじさんが何でしょ。いや小銭ちょろちょろしてるから。まあいいよ、あなたはほら過剰に笑ってくれればいいから、ね、すぐだからみんなそうよ本当にね。たまにこれ誰かとやるのね、するとなんかさっきまでチューハイ飲みながらっつってすげえキャッキャキャッキャしてたくせに、ちょっと録音し始めたら、はぁ、どうもすいません、うるせえよ、殴り殺してやろうか。お前らはなんだ、すぐなんか回り始めると急にちょっと緊張の感じ出しやがって。うるさいよ、あんたらに害ねえんだからいいだろうか。ということでね、いつもあのテーマ決めて喋るんですけど、これだからあれが次の土曜日って何日14、水木金、まあもうね松も開けましたから、あれらしいよ、松してる、松の開ける日にち、松の開ける、ほらだから要はそれも知らないのか、知らないですよ、42にもなって言われちゃった後し。だからあれよ、あのお正月の明けましておめでとうとかの挨拶をして、ああしていいの、松の松が開ける、それね1月7日なんだけど、あれ西と東で違うらしくて、うん、西は1月15日ぐらいまでだからまだいいんだって。あ、西の方がいいんだ、こっちはもうダメ、そう、まあ、なんですけどね、まあ、あのこれはまあ全世界に流してはちょっとまだ、まあ、松が明けてないとすることで、お正月の話をしましょうかねっていう、あれよ、年末年始何してたっていうやつなんですけど、僕12月27日にバンパーキャッチバンケットっていう自分の企画ライブをねやって、見事大成功を収めたんですよ。700人から来てたわお客さんが、ほんとよ、めちゃめちゃ引きつった顔してんじゃないよお前は。まあまあね、それで終わって、で年末年始どうしようってことになる、チャラチャラうるさい。いや撮ってんだから。何チャラチャラしてんだよ、編集がめんどくさいんだから。それでね、年末年始どうしようかっていうことでね、まあだから今日本全国回ってるからどこにいたっていいんだけど、一応じゃあせっかくなんでっていうことで、年末年始はね、東京にいる知り合いの人とね、旅館を取りましてね、そう、だからここに今いる高木源っていう、ね、男と、あとはうどん屋の徳永さんっていう。俺何これもう、うどん屋のとこれだけ、このメンツだけでももう俺の終わりの始まりだよね。本当に何これ。ふざけんなよ。いや年末年始はね、あれ米津玄師とキャリーパンピョンと飲んでねえじゃないもん。うどん屋の徳永さんとカレー屋の高木さんと、なんで全部飲食関係のやつと。ふざけんなよ。でね、撮りまして、あれ埼玉のあれどこなんだっけ、本庄、本庄、また本庄って言ってみんな思うだろうね、知ってる人。何にもない、ただの町だからね。いやなんかあれなんだよね、本当はなんかね、別荘地みたいなとこ行って年越ししてもよかったんだけど、そうですね、まあ、そういうとこもなかったからね、うん、まあ、ただ僕はほら車生活だからね、せめて31日と1日ぐらいはちょっと広いところでお酒飲みながらでもねということでね、まあ、旅館っていうかビジネス旅館だよね、あれ一泊5000円とかのね、まあ、それでもまあ結構広くてねよかったんだけど、いや本当にもう、ただもう今思い返すだけでもちょっとおぞましいよね、あの日は。
あの日は本当に。まああのさっきも言ったようにそのメンツがね、あのうどん屋の徳永、うどん屋の徳永さん何歳だっけ？え？もう何歳？うどん屋の徳永さん45歳、44、43じゃない？43。うどん屋の徳永、43。うどん屋の徳永さん43歳と、まあ今この目の前にカレー屋の高木さん42歳。もういかにしてよと。と鮭をお受けするこの3人で、もうこの3人の旅館泊まってる時点でもう、もうあれだよね、2020年いいことないよ。何この3人でそれを。たださ、えらいもんね、そのうどん屋の徳永さんっていうのが一番変態だからさ。いやね、この間 YouTube にも出たんだけどね、うどん屋の徳永さん。この間のその YouTube でも、あのなんか家作るっつってね、あ、それにしてもらいました、撮ってもらった時もあったけど、もうあの人もそうよ、カメラ回った途端おすまし顔してホントに口尖らせて気持ち悪いなと思って。みんな一緒。本当だよ、なんだお前らは。おじさんのくせに、おじさんが何回った途端緊張してんだよ。一回にしろよ。でね、そこ行って、なんだよ、あの、まあ、スーパーとかであれ、なんか家お正月っぽいもん買ったりね、年越しのそばだなんだ買ってね、あれで、でなんかそれで飲んで、あーだこでって飲んでたんだけどね、本当にね、本当にあの俺ある説がありまして、だからこれちょっとどうでもいいわっていう、聞いてる人からすればどうでもいい話なんだけど、実はこの3人っていうのはもう20年まではいかないから、15年ぐらい付き合いありますよね、多分ね。それだから前からなんだけど、だから俺はほら、このこういう生活してるようにもう車でも回ってるからね、もうめったに会わないのこの人たちと。だけどうどん屋のうどん屋の徳永43歳とカレー屋の高木42歳は同じマンションに住んでるっていう。何なのあんたらって。同じマンションの12階と4階に住んでるんだよね。そうですね、うん、であのお互いのうどん屋家業とカレー屋家業が終わって家帰ってきたら、おのおのの家に行き来してご飯2人で食べてるんですよ。あ、当たり前だけど2人とも独身ですからね。そう、うん、あとまああの、まあ、イメージつきやすいように言うと、あのもう小太りと大太りの2人っていうね。うん、だどんぐらいかな、徳永さん、うどん屋の徳永さんは体型で言うとまあ雑魚師匠ぐらいかなね、うん、でうどん屋の高木さんはもうジャイアントキマラみたいな。ジャイアントキマラの、わかんない人はジャイアントキマラで叩いてみてください、今。じゃ出てくるから。ジャイアントキマラ、ウナラで見てもらう。そう。その二人が同じマンションに住んでると思ってくださいね。そうそうそう。そうや。で、その二人と、私で、その、まあ、年末年始だからお酒でも飲みましょうって旅館行ったんだけど、でまあ別にほらテレビとか見るじゃん、別にそのやれ紅白だとかやれ笑ってはいけないだあだこうだいろいろやってたね、格闘技とかね、まあ見てたんだけど、なんかわかんないけど徳永さんっていうのが本当にまあなんて言うんだろうね、ちょっとまず本当にちょっとまあ俺の中では徳永さんはサイコパスだと思ってるから異常者、本当に本当の異常者って ああいうもんだと思うんだよ。そうなの、異常性のが多いのよ、なんか、そうよ、いや、そうなのじゃないよ、異常だよ、何守ろうとしてるんだよ、世界から、徳永のネガティブキャンペーンから守れじゃないんだよ、やばい人じゃん、あの人。まあ、そうですね。やばい人なんですよ、そのなんか、なんだろうな、あの、まあ、当たり前のように、その、一緒にいて、その日、まあ、あの 2,3 時間いたら同じエピソード8回繰り返して喋るからね、うん、で聞いたんだもん、あのそれさっき例えばこう、そういえばこの間あの椎名町、
椎名町の椎名町のフィットネスにはすごいいい器具が入ったよっていうのを8回ぐらい同じこと言う。これ郵便局だったらあのサンシャインのことだ。わかりました。今ラジオ撮ってんだけどね。あ、そうなの、あ、そうなのっていう急に小声になる。これも使うけど全部。なんでかって言ったら今トックさんの話してたから。雨降ってんの？降ってきた。車見てきたよ。本当？いや俺も見たよ。普通だ、普通。そう。あ、ジム行くの？多分行くと思う。多分行くと思う。雨降ってるから。ああ。飲んだりしないの？うん？飲んだりしない。うん？お酒とか飲んだり。ジム行くなら帰ってきてから。わざと引き出したの自分。いやいや。これ誰得なのこのラジオ今日の。誰が喜ぶんだよ。ちょうど入ってきたってね。でね、そのあ、まあ、今のみたいな声質の人なんですけど、あの徳さんはね、椎名町のにできたラーメン屋ってあれ何々系なんよなとかね言うじゃん。大正圏の系風なんよなとかを1時間に4、まあ1時間でいいっすよ、2時間に3時間に4回ぐらい同じこと言うよね。だから俺言ったんだよ、徳さんそれ3回目だよって。同じさっき聞いたやつなんで、あ、まあさっきは言い過ぎかな、その前の日に言ったこととかを前に言うからね、それ聞いたよって言ったらうーんって言う。うんって人間のリアクションじゃねえよ。普通は、あ、そうだったっけとかじゃん。あ、そうだったっけとか、いやいや、まあまあまあ、まあ、忘れてただけだよとか言うじゃん。いや、とかそれ、昨日も言ってたよって言ったら、うん。うん。うんじゃなくて、徳さん。で、俺一回聞いたの、あの、意を決して。それ何？それ、言ったこと覚えてないのって言ったら、いや、覚えてないっていうか、覚えてない、覚えてるかは分からないけど、あの何回も言いたいんだって言ってたから、あ、そうです、関係ないんだって、あの、おこ、あの、なんだろう、需要側は、需要のユーザー側はどうでもいいんだって、供給したいんだって、その情報を毎日のように、うん、だからチェーンメールだよね、やってること。で、そんな徳さんと、ね、高木さん、今ここにいる高木さんと言ったらね、あの、なんか徳さんはね、徳さんにそっちテンション上がったみたいで、やっぱ旅館で年越しするっていうので、あの別になんてことない、本当に温泉も何もないビジネス旅館よ、そうですね、うん、したらあれで入るでしょ、あの部屋入るなり、あれないって言って、なんかクローゼットとか開けたり、あれないあれって言ってた、え、徳さん、んあれな、え、なんか注文、あれ大丈夫、なんかトラブル、いや、ない、あ、ちょっとフロントに行ってくるって言うから、あ、じゃあ俺も行こうかっつって、何よそんなにないないっつって、フロントチーンってフロントチンチーンって、いや、つって、うん、で言って、はいっつっておばさん入ってくる、あの、すいません、あの、浴衣欲しいんですけど。いや、ビジネス旅館だから。え、リート来たかったみたいで。で、じゃあ、そうですかって。でも、あ、浴衣あったからね。で、着てましたよ。楽しそうに。で、あの、玄ちゃんも着てたし。着てました。うん。そうそう。で、まあ、なんか、一応、ちょっとしたね、お風呂もあってね、でっきいお風呂もあって、ああ気持ちいいなっつって飲んで、もうで徳さんも機嫌よくなっちゃったから、もうどんどん酒進んじゃって、あの人、まあ酔っ払うと、まあ別にあからさまにベロベロになるとかないけど、もう機嫌よくなると、もう、あの、なんだろう、リミッターが外れるからさ、あの、ずっと何かに集中しちゃうんだよね。だから俺らが笑ってはいけないのをテレビ見てんだよ。そしたら、あの、ちょっと、あ、そういえばっつって、俺、あの、ノートパソコン持っててたから、で、ネットつながってたのに、ちょっとっつって、
カタカタカタってやって思い出したアベマ TV のももクロ年越しスペシャルを見なければ見なきゃっつってで見始めてこっち2人でねテレビ見てるのでウリアおいウリアおいっつってたよテレビ見ながらももクロ好きなんだよねあの人、うん、大好きでそれ見てるけどこっち見てんのにそのなんかそっちも音があるからねうるせえなと思ってウリアおいウリアおいでゲンちゃんかなこだよかなこ出てるよって、まあ、ゲンちゃんも別にそんな知らないわけじゃないからね、まあ、だけどかなこ出てるよってそれは出るでしょでももクロスペシャルなんだからで見てんねでなんかね俺うすうす思ってたんだけどどうやらうどん屋の徳永さんとカレー屋の高木さんはちょっとホモソーシャルの関係があるんじゃないかなってあホモソーシャルっていうのはあれよいわゆるホモって意味じゃないよその男の友情がすごいきつい深いっていうねでなんかね徳さんはね源さんの時だけ甘えるからねえんちゃんって、うん、えんちゃんほらまだ食べないととかね友情でなんかもうベロベロになってきてあの人そのもう横になるじゃんダラーっとでなんかもう布団は敷いてあったからねで源ちゃんが真ん中で俺が端ででその源ちゃんを間にして徳さんが隣にいてもうなんか2人とも雑魚寝みたいなやつだダラーっとねももくろ見ながらでなんか源ちゃんにちゃんと寝なきゃダメだよだよとかなんか猫なで声なのよ基本的に徳さんはでもうわなんか気持ち悪いな俺の俺単純に年越しなのにこのなんか気持ち悪い気持ち悪いな、うん、でさっき言ったようにね小太りそう小太りのねおじさんとあのジャイアントキマラがキマラが浴衣着てるんだからねこんなもんあの女の子とかだったらあ可愛いなとかだけど42歳と43歳のおじさんがイチャイチャしてんだからいや本当になんかどうでもいい2人だけで分かるなんかしょうもないギャグとかで笑ったりしてるわけだからねでパッあ気持ち悪いなーとかあれなんで気持ち悪かったのなんか言ってたよね徳さん なんかなんだっけなんか気持ち悪かったみたいなよなんか甘えるみたいな徳さん源ちゃんにでなんかああ気持ち悪い俺なんか無視してたのよ二人のやり取りも気持ち悪いからでもなんかもうずっとなんか徳さんが「かなこ踊ってるよほら源さん好きなんでしょ源ちゃんこういうの好きなんでしょ」自分が好きなのにねで二人で言ってっからいや気持ち悪いなと思ってでもずっと我慢したけどもうめんどくさいなと思ってちょっとうるさいよっていう意味でパッて見たらもうなんか徳永さん横になってもう浴衣がはだけて乳首丸出しで隣にいるそれ浴衣着たとカレー屋の高木源に「かなこ出てるよ」って言って二人で喋ってて気持ち悪くてもう最悪だよと思ってこの年越しもうこのあと二人セックスするんじゃないかと思っていや気持ち悪いなと思ってねで俺あれよその次の日高熱で寝込むっていうのも寝込んでも本当だよお前らのせいじゃないかと思ってるよいや本当にいい加減にしてほしいよ本当に谷も気持ち悪いですけどねまあ楽しかったけどね楽しかったね、はい、まあそういう年越しでしたっていうね、うん、ところでございまして、うん、まああれだね、まあ、また来年ももうあんたらも本当にもう健康でねいていただければと思うんですけどもまあどうなるか分かんないけどねそういう正月でしたっていう話ですね、はい、ということでまあ今日はもうこんなもんにしとこうかなさっき特別ゲストの徳永さんもちらっと聞こえたからねちょうど決まっちゃうじゃあ今週の1曲聴いて
また来週よろしくお願いします。社協オーケストラ日本全国回っておりまして、ツイッター、YouTube、Facebook もろもろやってますので、社協オーケストラと検索していただければ出てきますのでよろしくお願いします。ということで、社協オーケストラの社協の話、お相手は社協オーケストラでした。さよなら。生きるために死ぬのか、死ぬために生きるのか、死ぬために死ぬのか、生きるために生きるのか、情報型の正常の中で執着浪費は数知れず、出会い別れのループの中で猜疑嫉妬は天井知らず、たかがたかだか何十年のたかが知れてる一生涯、あんあんのんのん過ごして死ぬのもそれはそれでまたいいでしょう。しかし私はまっぴらごめん、そんな人生クソくらい、私はここから皆々様へ見苦しいまでに一生涯、観覧進行を従い死ぬまで言葉を放ち続けましょう。Life is beautiful, fucking asshole. Yes!